プレゼントを買いに行きます。行きます、うん、1個はもう買った自分のでしょ、うん、自分のから言う。自分はサプライズやりたいけど、うん、やったら怒られるし、あの好みじゃないものが来たら怒られるからもう最初から好きなものを選んでもらうということにしたので、ただ自分はお財布を持って、彼女が欲しいと思っているものを一緒に買いに行きます。はい、2つあります、候補が、うん、1、メガネ。メガネ買いたいんでしょ。うん、痛いってこっち。痛い、こっち。2、フライパン。ああ、鉄のフライパン、うん、確かに欲しいとしたものだね。ちゃんと毎日使えるでしょ。うん、鉄のフライパン欲しいんだよ、思ったよ。でも可愛がれば長持ちするわけ。迷うね、これちょっと時間かかりそうだな。教会に行くんだよ。うん、なんか買いたいもの決まってる？決まってる。うん、2つある。2つある。1つは本、うん、本。1つはサンダル。サンダル臭いって臭い。私がいつもサンダルとか靴買ってたお店、セブンイレブンになった。ああ、新都市の。じゃあ出発、ゴー。9000になった、うん、すごいね。やばいね、疲れた、足痛い。普通の人は多分これぐらい普通に歩いてるんだろうね。あ、どういうことか。さあ、プレゼントを変えたかな。じゃじゃん、変えてません。あれ、これは自分のプレゼントじゃないのか。これはもう私の時計がなくて時間に毎日追われている。可愛くない？メガネはさ、いいのがあったけど、うん、やっぱ毎日つけるのは焦らないで決めた方がいい、うん、ほら、元のメガネを入れる。サンダルは冬には売ってないっていうふうに買ったので、ほんと片っ端から注文して、うん、今日15だからギリギリかな。今日の買い物、来週に持ち越し。今日は決まりませんでした、うん、疲れた疲れたかしか言ってないけど、朝の動画と比べたら顔がゼラってそうじゃない。自分の目もへこむ。プレゼント買いに行く暇ないけど、金曜日までにおのおの見に行く。で、日曜日に決まったものを報告してから。うん、社会人は厳しい。30日まで仕事でしょ、2人とも、うん、そして今日がもう12月15半分、うん、もう今年もあと半分で終わるじゃん。何言えるの。なんか終わるの好きって。年取るってどんどんさ、老後が近づいてきてるってよ。それまでにさ、生活環境を整えたいのにさ、間に合ってない気がする。うん、だからもっとさ、狭くて安いアパートでもいいと思ってよ。ん、皆さんはもう買ったんでしょうか、クリスマスプレゼント。ねえ、混んでたね、めっちゃね。アホみたいな人いた。すごいね、この時期やっぱり、ね、沖縄にあんなに人いるんだと思ったって、うん、駐車場誰かが言ってたの聞いた。臨時駐車場止めたさ、うん、祭りかこれって誰か言ってたの聞いた。本はね、
ネットでできるから。何冊欲しい？なのにフライパンにするの？メガネにするの？メガネかな。メガネ相当請求する。今日はお疲れモードだけど、ここでおしまいかな、ブログは。もう寝る寝る。明日のために寝る。明日からのために寝た方がいいと思って。一応まだ8時40分だけどね。もう疲れたよ今日とりあえず疲れたから終わり。さて、終わりですか決めて買う派ですか、サプライズ派ですか。喜ぶ顔が見たいからして、うん、それも絶対いると思う。お疲れ様です何で